平成26年6月、南アルプスの豊かな自然環境とその自然を守り共生してきた地域の歴史、文化が世界に認められ、ユネスコエコパーク登録が決定しました。8周年を迎えた今年、3年ぶりに営業する南アルプス南部の山小屋紹介を中心とした展示会が開催されました。 JR 静岡駅北口地下にある静地下、南アルプスの山々やライチョウなどの写真をはじめ、ジオラマ模型などが展示されました。ところで、ユネスコエコパークって何ですか？豊かな自然環境とその自然に向き合い、受け継がれてきた地域の文化を守りながら地域社会の発展を目指しているとして、国際的に認められた地域のことです。もっと簡単に言うと、自然と人が共生しているモデル的な地域のことです。自然を保護することを目的とした世界自然遺産とは違い、環境を保護しながら自然と人との調和を図ることに重点を置いています。自然を守る革新地域、自然を学ぶ鑑賞地域、自然と暮らす移行地域、この3つの地域から構成されています。今回の展示会の目的については、南アルプスユネスコエコパークを多くの方に知っていただきたいと思います。また今年は南アルプス南部の山小屋が3年ぶりに営業を再開します。これをきっかけに多くの方に実際に南アルプスに足を運んでいただきたいと、そういった願いを込めています。この展示会の中では、南アルプスの山々のジオラマ模型、ライチョウの親子の模型、それから今年は、山小屋限定で販売されている商品などを集めて展示しています。南アルプスは3000メートル級の山々が連なる厳しい山岳環境の中、固有種が多く生息生育する我が国を代表する自然環境を有しています。富士川水系、大井川水系および天竜川水系の流域ごとに古来より固有の文化圏が形成され、伝統的な習慣、食文化、民族芸能などを現代に継承してきました。市民が身近に南アルプスユネスコエコパークを感じられる施設はあるのでしょうか？意外と知られていないかもしれませんが、静岡市街地や沿岸部からも南アルプスの山々を眺めることができます。南アルプス情報発信サイト南プス、こちらでビューポイントを紹介していますので、お近くのビューポイントからぜひ南アルプスの山々を眺めていただきたいです。南プスでは他にも様々な情報を掲載しており、インスタグラムでも旬の情報を発信していますので、ぜひご覧ください。施設としては、井川地域に南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家と南アルプスユネスコエコパーク井川ビジターセンターの2つの施設があります。写真やパネル展示、実際の標本、模型などで南アルプスユネスコエコパークについて知ることができる施設です。今後、南アルプスユネスコエコパークではどんな活動を行っていきますか？今後も引き続き、高山植物を守るための鹿よけの柵を作るなどの環境保全や、それを担う人材の育成、啓発活動などを行っていきます。また、再来年、南アルプスユネスコエコパークは登録10周年を迎えます。その際には、市民の皆様と記念植樹を行ったり、その他にも記念事業を計画中です。梅雨が明けると本格的な夏山シーズンがやってきます。お花畑やライチョウの姿を求めて南アルプスに出かけてみてはいかがでしょうか？静岡市観光親善大使の春風亭昇太です。さあ皆さん、江戸幕府を開いた徳川家康公がですね、大御所政治の拠点にした駿府城、ここにですね、新しいお楽しみスポット
青い船ができたんですが、ご存知でしょうか。駿府城公園の中もですね、中堀、これを船に乗ってもう優雅に一周するっていう青い船なんですよ。もうね、船の上から見るね、辰巳櫓ね、から羊猿櫓、そんな角度で人見たことないでしょ。それ見れるんですよ。でね、石垣はね、もう400年前にそのまあ家康公時代に積んだ石垣残ってます。でそういう石垣にはですね、各大名が積んだ刻印のある石垣もあるんですよ。そこにはですね、船頭さんがそこピタッと止めてくれて、これがそうです、教えてくれますから、見逃すことなく見れるということなんですよね。で春先には桜でしょ、秋には紅葉でしょ、もう水面に映る姿がまあ綺麗綺麗。さあ船の上でのですね、30分間の旅、これね、まあ、なんとか静岡の歴史とともにね、もう体いっぱいに浴びてですね、楽しんでいただけるというのが青い船です。ぜひ皆さん乗らないと損ですよ。ここは世界文化遺産にも登録されている静岡市の三保の松原。富士山と黒松がとっても美しいですね。景色も素敵ですが、足元にご注目。浜辺にはこんなにたくさんの植物が生えているんです。皆さんに浜辺でたくましく育つ海浜植物についてご紹介します。海浜植物は名前の通り浜辺に生息する植物のことです。浜辺のイメージは夏は暑く潮風が吹き水分が少ない、植物が育つのには適さないイメージがあります。普通の植物には過酷な環境ですが、海浜植物は根を深く伸ばして水分を吸収したり、背丈を低くして風に飛ばされないようにするなど、いろいろな工夫をして適応しています。また、海浜植物は浜辺に根っこを張るので、砂が飛んでいくのを防いでくれるなど、私たちにとってもありがたい植物なんですよ。ここからは、三保の松原で見られる海浜植物を少しだけご紹介します。5月から7月にカリフラワーに似た白いお花を咲かせます。弘法麦、根っこは筆にも使われていたそうです。7月から9月に青紫色の花が咲きます。ハマネナシカズラ、若の植物に寄生する紐状の植物です。ハマヒルガオ、5月から7月に朝顔のような花が咲きます。浜大根、丸っこい鞘が特徴的です。低木で白や黄色の小さな花が咲きます。ツルナ、とっても小さく可愛らしい花を咲かせます。梅に似ているためこの名がつきました。
浜エンドウ。エンドウ豆に似た実をつけます。テリハノイバラ、茎にはトゲがあるので注意してください。また三保の浜辺を海浜植物や藤バカマによって賑やかな場所にしようと、東海大学の学生さんたちによる研究も進められています。いかがだったでしょうか。三保の浜辺は多くの海浜植物が群生しており、絶好の観察スポットです。春から夏は開花シーズンで、とっても綺麗なお花を見られますよ。ぜひ皆さんも三保の松原を訪れた際には海浜植物を探してみてくださいね。走行する自転車がいます。自転車も車両です。交差点では一時停止、安全確認をしましょう。詳しくは自転車安全利用5速で検索。法律の改正により避難情報が全国一律で変わりました。高齢者や障害のある皆さんは警戒レベル3、高齢者等避難の時に避難を開始してください。警戒レベル3、高齢者等避難では高齢者以外の皆さんも必要に応じて避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難をするタイミングとなります。警戒レベル4、避難指示までに全員が避難を始めましょう。これまでの避難勧告は廃止され、警戒レベル4、避難指示が危険な場所から全員が避難をするタイミングとなります。警戒レベル5、緊急安全確保の発表を待ってはいけません。これはすでに安全な避難ができず、命が危険な状態であり、全員が避難を始めるのは警戒レベル4、避難指示のタイミングです。日頃から自宅の災害リスクをハザードマップなどで確認し、普段からどのように行動するのかご家族で決めておきましょう。自分の命は自分で守る。災害時の行動を確認してください。泣き寝入りは嫌や。身に覚えのない請求が来た。定期購入をキャンセルできない。クリックだけで請求画面に。しつこい勧誘が迷惑。こんな時どうしたらいいの。一人で悩まないで。その悩みは消費者トラブル、消費者ホットライン188に相談してね。相談はどなたでも無料。消費者ホットライン188。静岡市